福留茂る、福留茂る、福留茂る、1891年、明治24年2月1日から1971年、昭和46年2月6日は、日本の海軍軍人。海軍兵学校40期。最終階級は、海軍中将。1891年、明治24年2月1日、鳥取県最白軍所小村大和 福尾、現代船長の農家に生まれる。1905年、明治38年4月、鳥取県竜兵小中学校、現鳥取県立米子東高等学校に入学。入学当初は貧しく、4里、16キロの道を歩いて通学していた。海軍を志したのは、なんとなく、海に憧れを持っていたのと、貧乏中学生の進学の道は、学士のいらない。 軍人学校というとからだった。1909年、明治42年9月11日、海軍兵学校に40期生として入校。1912年、明治45年7月、144名中、第8番の成績で卒業、小移行補正。1924年、大正13年2月1日、少佐に昇進し、 海軍大学高校二24期に入校。1926年、大正15年11月25日、主席で卒業。1939年、昭和14年11月15日、海軍少将へ進級。連合艦隊参謀長兼第一艦隊参謀長。連合艦隊司令長官山本五十六大将が合同訓練の際に、あれ、 飛行機でハーイをやれないかと呟い際に、そばにいた福留参謀長は、それよりは艦隊全部を押し出しての決戦の方がいいと思います、と言った。1941年、昭和16年4月10日、軍令部第一部長。福留は、海大の成績優等卒業生であり、戦略戦術の神様と称えられていたが、理論、作戦に、 福留独自のものは残っておらず、独創者ではなくあくまで素術者であった。戦艦による日本海海戦のような大勝利のために戦略戦術を立て、真珠湾攻撃などの空母機動部隊の活躍後も、やはり決戦主力は戦艦の大艦巨砲で、機動部隊はその補助に過ぎないと考えており、その力関係はミッドウェイ作戦でもなお変わることはなかった。12月8日、 太平洋戦争勃発。1942年、昭和17年4月、第2弾作戦立案の際に、ハワイ攻略を目指す連合艦隊が求める未作戦、ミッドウェイ作戦と同時に、アリューシャン方面の米軍進行止めを目的とした、エール作戦を軍令部が加えた件に関して、福留は、ミッドウェイを攻略しても、劣勢な米艦隊は、反撃に出ないのではないかとの懸念が強かった。 そこで、アリューシャン列島方面への攻略作戦を行えば、同地が米国領であるため、ミッドウェー方面への米艦隊の出撃を強要する補助手段となるだろうとの含みもあり、実施を要望した。と回想している。11月1日、海軍中将へ進級。1943年、昭和18年5月23日、連合艦隊参謀長。 海軍工事件に伴い連合艦隊司令長官となった小賀峰一海軍大将に要請された人事だった。小賀長官は海戦以来横須賀にいて実戦をほとんど知らなかったこともあり、海大恩師のエリートで戦略戦術の神様と評価が高かった福留に頼りきっていたが、刻々と変化し劣勢の戦局に対応できる能力が福留には欠けており、 いつまでも古い戦艦市場主義の考えから抜けきれなかった。1943年11月以降に実施されたギルバート諸島沖航空船やブーゲンビル島沖航空船において連合艦隊は大戦火を報告したがこれらは戦火後人であった。当時の軍令部第一部長中澤雄勝将によれば連合艦隊司令部の報告から不確実を削除し、 同司令部に、戦火確認に一層配慮するように注意喚起、していたが、同司令部より、大本営は、いかなる根拠をもって、連合艦隊の報告した戦果を削除したのかと強い、抗議伝が、福留参謀長命で打殿。この件で、福留自身にいかなる思惑があったのか、未だに公けされていないされ、結局反論なくうやむやになり、1944年10月に、福留が、 第2航空艦隊長官として実施した台湾沖航空船でも5人戦火をそのまま報じることになったという。1944年昭和19年3月31日海軍おつ事件発生。連合艦隊は内南洋の拠点としてパラオを利用していたが3月に連合軍の大空襲を受け福留ら司令部要員は3月31日 ミンダナオ島のダバオへ、飛行艇、西式大艇で移動を図ったが、途中で低気圧に遭遇し、連合艦隊司令長官、小上ネイチの上機は、行方不明となり、福留の乗った二番機は、セブ島沖に時木し、登場していた九名は、泳いで上陸したが、ゲリラの捕虜となり、3月8日に作成されたばかりの、新 Z 号作戦計画書、司令部用信号書、 暗号書といった数々の最重要軍事機密を奪われた。ゲリラに対して警戒心を抱かなかった、福留らは、拘束時に抵抗や自決、機密書類の破棄もしなかった、カバンを川に投げ込んだが、すぐに回収されたと自供しているが、その件に関する米軍側の報告書が未だ公表されておらず、すべてを承知でゲリラ側に譲渡したのではないか、と疑う向きもある。 日本はゲリラと交渉して福留を解放させ、帰還した福留は海軍次官沢本頼夫お中将らから事情聴取を受けることになるが本人が徹底して機密書類紛失の容疑を否定した。当時の日本では敵の捕虜となることをこの上ない恥としており、福留が ゲリラに捕獲されたことを敵の捕虜になったとみなすかどうかが問題となったが、戦時は捕虜にならなかったという見地で不問になった。戦後も、福留は GHQ で戦士編さんの仕事をしていた大井敦氏のところに出向き、君や千早が機密書類が盗まれたと言っており、迷惑している。こんな事実は全くないんだと述べたが、大井は盗まれたのは事実です。 お帰りくださいと追い返したという。1944年、昭和19年6月15日、第二航空艦隊司令長官。マリアナ沖海戦敗北後の6月19日、第341海軍航空隊司令、岡村元春大佐は、福留と参謀長の杉本牛江大佐に、先制協に至っては、選挙区を打開する方策は、 飛行機の体当たり以外にはいと信ずる。体当たり志願者は、兵学校出身者でも、学徒出身者でも、飛行予科練習生出身者でも、いくらでもいる。隊長は、自分がやる。300機を与えられれば、必ず先生を転換させてみせると意見不信した。数日後、福留は上京して、岡村の上心を軍令部次長、伊藤誠一中将に伝えるとともに、 中央における研究を進言した。伊藤は総長への本件報告と中央における研究を約束したが、まだ体当たり攻撃を命ずる時期ではないという考えを述べた。7月23日、頭上演習で軍令部は公天により、発着困難な昼間に行う T 攻撃を本主として、機会がない場合は、敵の活動が不十分な夜間に攻撃する案を出したが、 一方で指揮権を有する第二航空艦隊は、昼間攻撃、白母攻撃、T 攻撃部隊による夜間攻撃の3者を攻撃部署として隠し組み合わせによって第1から第4まで定め、状況に応じてそのいずれかを適用する戦法を示した。これは後日第6基地航空部隊が規定した戦策に発展したものである。この2航艦が示した作戦実施過程は、 作敵の結果以外、作戦指導、戦火報告、損害など、台湾沖航空船と類似した内容であった。また、磁期決戦の主力を自負する第二航空艦隊司令部は、たとえ敵来航方面が第三航空艦隊の担任領域でも二航艦が全基地航空部隊を統一指揮すべきであり、三航艦は支援に回るべきという思想を持っていた。9月、 t 攻撃部隊の総合協連が行われる。福留は t 攻撃の成立を疑問視しており、t 攻撃部隊は決戦の一撃に夜間攻撃で使用し、悪天効果に乗じるのは最後の切り札として結構と表明する。連合艦隊司令長官、豊田祖江武大将は部隊用法については福留に一任し、不能の時は無理をすることはないと話した。 10月10日、那覇空襲を受けて、福留は T 攻撃部隊に夜間攻撃を命令するが断念。10月11日、福留は早朝に作敵を行い、正午に機動部隊を発見すると18時30分、翌日の作戦要領を発令した。T 攻撃部隊には別例により例明以後、沖縄方面に進出し、 台湾東方海面の敵に対し白母攻撃及び夜間攻撃を行うと意図を明らかにした。この発令で10月12日から台湾沖航空船が発生し、第二航空艦隊は大戦火を報告した。しかし、アニアに攻撃を強行したこともあり、後に戦火5人が発覚する。また、この航空船で、 都市豪作戦で期待された T 攻撃部隊のほとんどを消耗してしまった。それでも搭乗員80組が残っており、直ちに再編に着手するが、早くても10月末まで回復の見込みがなく、冷凍機械戦で第6基地航空部隊は精鋭の T 攻撃部隊の活躍を期待できず、連度の低い混成の実動機300機にも及ばない、航空兵力を主力としてはなければならなくなった。 フィリピンの戦いに参加。10月22日、第一航空艦隊長官、大西滝次郎中将から第二航空艦隊も特攻を採用するようにと説得され断ったが、第一航空艦隊の特攻戦果が出た10月25日、第二航空艦隊も特攻採用を決定する。大西は福留に対し、特別攻撃以外に攻撃法がないことは、もはや事実によって証明された。 この重大時期に基地航空部隊が無意に過ごすことがあれば全員腹を切ってお詫びしても追いつかぬ。第二航空艦隊としても特別攻撃を決意すべき時だと思うと説得して福留の最も心配した搭乗員の指揮の問題については確信を持って保証すると断言したため福留も決心し第一航空艦隊と第二航空艦隊を統合した。 連合基地航空隊が編成された。福留が、指揮官、大西が参謀長を務めた。福留は1944年10月27日、第2神風特別攻撃隊を編成して、出撃させて、以降、次々と特攻隊を送った。11月16日、福留は中央に対して、航空兵力の現状から各機種とも、体当たり攻撃を使用するに、 ひざれば作戦目的達成の算なし、陸海を合わし、約300機の協力あれば機動空母、制圧撃破出戦団を壊滅しうるさあり、航空兵力の急速増強を非常措置をもって、促進するようありと施行しという意見具神殿、1GFGB 機密第16,145番殿を発する。大川内殿7中条も同志だとして、 大西を上京させて説明すると打電。11月18日から大西らが中央を説得し、軍令部と海軍省の協議で、練習航空隊から零戦隊150機の抽出が決定された。1945年、昭和20年1月13日、第13航空艦隊験第1、南塚解艦隊司令長官。2月5日、第10方面艦隊司令長官兼任。 8月15日、シンガポールで終戦を迎えた。戦後、福留は、この戦争について、多年戦艦中心の艦隊訓練に没頭してきた、私の頭は転換できず、南雲機動部隊が、真珠湾攻撃に移行を奏した後も、なお、機動部隊は補助作業に任ずべきもので、決戦兵力は依然、体艦巨峰を中心とすべきものと考えていたと、反省を語っている。 東京裁判において先犯に指定され、英軍先犯として、金庫三年。1950年、昭和25年に復員した。野村義三郎元海軍大将を中心とした、旧海軍高級士官グループの一員として、海軍の伝統を保持しての再軍備を目指す活動を行った。後に水航海理事長も務めた。1971年。 昭和46年に死去した。墓所は、多摩霊園ロック一種六川。あ、帰紙水遂行に、記事33本を投稿している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。